角度はできるだけ横にね狙って撮るようにしないとダメですよ。これでも今ねちょうどお日様の方へ向かって撮ってるから黒っぽくなっちゃってるんだよね。逆の向こうから撮らなきゃダメなんですよ。ポジションチェンジしようかな、せっかくだから三脚につけたまま運んでます。運んでます。腰痛いです。この赤い梅に今日は来てるんだ。狙えるとしたらな、ここらで構えててさ、ここら辺で構えててこの下へ来てくれりゃいいんだがな。赤いこの木ね、花が上の方についてるからあんまりなうまく狙えねえだよ。上向いちゃうから。でこの辺で待ってて、ちょうどこうやって見ると分かると思うんだけど、後ろに松の木があるのね。で松の木を背景にして撮れば綺麗に撮れます。松の木背景で狙えば撮れます。松の木背景、松の木ばっかりが松じゃない。知ってか、知っとるげー、知っとるげーのげー。ちょっと緩んじゃった。ほんでもって、ほんでもって、ほんでもってこっちへ向いて、こっち向いてってダメだな。こっち向いて、あ、逆光だな。拙者が逆光になっちゃう、逆光になっちゃうのな。こう狙わないとなんないんだよ。松の木背景で撮らないと綺麗には撮れません。要するにお空背景だとダメってことです。知ってましたか。背景なければ綺麗に撮れねえよってね。上手に撮る方法はそれしかございません。ここでこっち向くのがね首ダメなんですよ。腰もこっち向くってことはこっち向いてて、君こっちだな、君はこっちだね。こっちで陣取っててもらいましょう。キュキュで、この辺にいてよ。どうでコスペで、この辺で座っててよ。あ、来た来たって、これを取るだよね。それで行きましょう。よいしょ。はい、チャリンコ持ってきます。あ、いてててててチャリと、あ、椅子を持ってきます。いや、これだ。いやい。いや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 い。ダン。おら、行ってくっちゃおっくれ。なんか午後から天気悪くなるって言ってたからね。ちゃっちゃと帰ってこようと思ってたんだ。なんとかなってるね。この辺で構えてる。この辺で構えてる。よくしょ。君は、この辺にいてもらわないと、用が出せません。いや、くっ近いです。近すぎます。後ろで行ってください。ドン。もう見えてる、見えてるね。これぐらい狙えばなんとかね形にはなるでしょう。無次郎さん狙いになっちゃったね。どうも。これスタンバイして待ってるだよ。のんびりと、いや、のんびりと待ってるだよ。なんだこれ、動かすこなかった。あ、こいつね、ほんとおかしくなんだよね、このカメラ。反応しなくなったりするんだよ。お前、それはないだろう。ピンボケちゃんちゃくりん。まるっきりピンボケのまま。どうなってんの、こいつ。ほんとダメな。やっと来た。これで今、いくつだよ。これで200だ。300にして。あ、まるっきり来ね。まるっきり来ね。はい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 、こいつダメだね。ワイドにした。フォーカスエリアワイド。ダメです。ゾーン。300、ダメですね。いや、これでも首入れてや。たー、まいったな。やべ
なんだね。本日おっさん使い物になりません。体ぶっ壊れてます。よいしょ。ああもう少し腰を、もうちょい腰を伸ばしたい。はい、ちょっと切って、こいつを、待って、これね、背中に入れる。上手にやらないと余計痛くなっちゃう。こうやって入れ、これでいいや。あ、少し楽になった。背中が後方丸くなっちゃうんだよね、これ、この椅子。だそれあんまり良くないから、少しちょっと高くしてあげて、で、こう寝そべるような感じでね。首あまり持たないな、多分。この状態でお日様後ろから来てるから、今度ファインダーが覗けないんですよ。あんまりよく見えないんですよ。自分のこれで影にしてあげなきゃだね。やっとフォーカス来た。ゾーンダメだね。これは地を固定にしてスポット S。 なんか変なことになってんな。なんでこうなるんだよ。手前に白い花が咲いてるのにね、そこへフォーカス行こうとするんだよな。これマニュアルにしちゃった方がいいかな、こんなの。バカフォーカス、ダメだ、マガジンになっちゃった。もういい、マガジン。こんなして三脚で狙うなんておはずですからね、拙者は。そう、この木に来たとこ狙うしかなさそうだね。ってことはね、もうちょいこっち側来た方が光線の塩梅はいいんだよな。この辺でよ、この辺でスタンバイしといてよ。これこんな上向いちゃう、むちゃガバッと上向けるようにしといて。倒れんじゃないわよ。全然映ってなかったね。もしもう横じゃつ、横もしもし、はい、やっこいよ。この三脚につけるセンターポール買いました。アマゾンで2400円だったかな。40センチキュッて上がるやつね。そうすると80近くまで君が高くなりますんでね。この辺から狙うか、この辺からこんな格好で自撮りするおっさん。お、あれ本当に珍しく、珍しくっていうか今日はもう身動き取れないから、いくら梅次郎さん狙いです。梅次郎さん狙い、こっち側持ってこい。あ、こっち側だと、あれが映らねえか。どうしよう。迷う。この子をこっち持ってこうか。この子をこっち持ってくれば、もし、ね、で、チャリンコこっち持ってくればいいんだ。この木に来たとこをさ、狙うだ。いや、赤いとこね、ピンクの、行くじゃん。ピンクの花にね、なかなか止まんないんだよ。なんでだろう。あんまり好きじゃねえのかな、ピンク。よいしょ、これ背中にちょっとね、これ当てないとダメで、持ってこうやって
したらね、ちょっと立ち上がってやるだな。腰がダメなんだ今日。マジで。どこ見えてんの？端っこ行っちゃってる。端っこ？端っこすぎ？むちゃむちゃこっち持ってくるか。君遠すぎるもんな。次、これよ。どうですか？俺が立ち上がるとこれ映らねえか。うん。映らねえ。よいしょ。よいしょよいしょ映ってるでしょ。マジで。よいしょよいしょなんです。こっち見て。はい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 。およよよよ。いやもうこれ撮るのもきつい。風撮るのもきつい。あ。こんな動きをします。今ハヤブサがビューって飛んでくの見た。間違いなくハヤブサ。ハヤブサってキーキーって鳴く？どうなんだろう。万全の構えでいると飛んでこないのね。あっちにいるの、後ろにいるの、ずっと。にゃろども、本当に梅次郎さんたちはよく知ってるんですね。今狙われてるぞって。逃げるんですね。他のことやってるとチュン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 、頭の上1メートルに来たりしてね、向けるとさって逃げるんです。誰か餌まいたね。
もっと寄ったれ、もっと寄ったれ、ほら、もっと寄ったれ。四十からでした。今日は梅次郎さん来ませんでした。お初に三脚立てて粘ってたんだけどね。そういう時に限って来ないのね。昼間日が当たって暖かい時にちょこちょこって現れたけども、すぐにいなくなっちゃった。今日は惨敗です。あれ、チャージしてるはずが、あ、これいっぱいになるとあのガチャガチャっていうマークがなくなるんだね。うん、さあ引き上げましょう。今日はここまで。バイナラ。Yeah.